新手のラップ、うん、おかーいあ、おい、ま、マリオカーッないやどうも聞こえないっていうなんかタイトルも言ってたちょっと一瞬高すぎて、うん、あ高いっていうかあのねノイキャンでノイキャンだいたいこれノイキャンで何も聞こえないから半分フルコンが どっか言ってた、うん、か俺めちゃくちゃ出してたねあそうなんだまあそんなタッコですけど、はい今日もやっていきたいと思いますマリオカート8デラックスの DLC の、第3弾今回はムーンカップでお願いします、はい、でムーンカップはあの注目のコースとしてはメリーメリーマウンテンっていうのがメリー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 あの前回のなんだっけなあの第2弾のアイスビリディングあったじゃないですか、はいはいはい、あんな感じでもう完全新作コースおー、楽しみでなんかツアーと同時にリリースみたいな感じのコースがあるへぇーなんかちょっと早かったかな、はいまあ、なるほどそうなんだはい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 ツアーにあったコースが来たではなくてその同時リリースねほぼほぼ同時リリースでへぇーげぇなのですごい新鮮にできるんじゃないでしょうかはいはい、はいじゃあ早速やっていきます最初は、ベルリンシュトラーセではーい、はい名前が行くぜもう全然わからんわベルリンシュトラーセベルリンだすごいわっきりねバルデロン神殿みたいなある、うん、すげえ1個目はツアーのっていう相場が決まってんねんな、うん、ねえ、ね、手が意識しそうね ねトリピシュトラーゼってどういう意味シュトラーゼはあのそよ風って意味だった気がしますあ、ありそうで怖いなベルリンのそよ風ってことだ、ね、筋肉マンいるな赤い雨に対して弱すぎるなよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいどうもトータスです 2カップ目個人戦ね俺ワンワンの話し合いの話してなかったなベルリンのシュトラーゼらしいですシュトラーゼっていう単語はものすごくドイツっぽいですよねでもなんかパルテノン神殿みたいなところが来てるんで今回はもうちょっと頑張りたいな6位前回6位やったんでねいやー面白い毎回これはね仕事を犠牲にしながらやるんですよこの時期はきついな真ん中うわーマジか嫌な嫌な感じあーもうちょっと曲がるはあ、ははあ、おいナインキー抜いちゃったな抜いちゃったけどもやなわいや1位なんよ1位なんやけどなんかあんまりいい感じの1位じゃないうえコインしか出ないコインは悪くないんやけどあ車走るねアイテム取られたでもこのバスとかこの偉そうな車のおかげでだいぶ赤コーラとか消えてるんじゃないかな今のうちにクラクション手に入れときたいナイスこいつ事故これうわーめんどくせーそうかこれは辛いなおいあれをどうするかな赤コーラここ粘ろう OK バッタンバッタンキングやフルコンさんどこ走ってんのこれうわ
辛いけど2個取ろう。うん、ナイスガード。あとはまあ、うわきついきついけど耐える、耐える、よし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 、いいよいいよ、これはいいよ。あ、いやー、ナイスサンダー、ナイスサンダー、サンダーきつかったな、サンダー、最後サンダー、やめてくれー、サンダーですか、ナイスサンダー打ったな、もういいサンダーでした、絶対マオさんじゃん今の。いやサンダーでした、今の言い方はマオさんしかないわ。いや、カイを苦しめるサンダー打ってしまった。俺サンダー回避できましたわ、ありがとうございます。うわクソ、マジかよ。ちなみにあれね、1周目ね、電車の中入れたよ。あ、入れました。そう、びっくりした、あれどこに行ってるか分かんなくて、そう、俺スナさんが電車の入るの見て、あ、こいつキプレイだと思って、電車の中入ってね、アイテムが2個あったんで、アイテム僕ダブルアイテム、チートじゃん、チートだ。そうだね、見っちゃったらバン入れちゃうと思って、やっちゃったアイテム取れるみたいな感じ、うん、わざっぷに書いとくわ、ちょっと電車の中入れる。遠回りコースちょいちょいやったな、なんかダッシュ版左側行ったらあるとかもあったしね、うん、はい、じゃあ行きましょう、はい、よいしょ、また話がいちゃうか。いや、でもいい順位出してますよ、似てるな似てるな、いいや、あ、同じスカイローラー同士、フルコンさんとは、うん、なんか変なコース、話しがいやな、話しがいやな、また話しがいやな、今回は何ですか、ワンワン話しがいにすんの流行ってるんですか。あーそこ、あそこむずいな、いって、うそ。まあ悪くはない、悪くない、悪くはない、おー、引っかかった、引っかかった。普通に走って遅いな、ここ。いやー、変な道行かんといて。おぉ、生えた腹だ。掘ってもうてる、掘ってもうてるよ、掘ってもうてるよ、怖っ、まだおる、うわー、イケポちゃん、ここでイケポちゃんはつらい、あと、サンダー使うタイミングミスったかもしれんな、いやー、いいサンダーでしたって言われたい、もう、おわー、飛ぼう、あそこあそこあそこ、あれ取りたい、あれ取りたい、あれ取りたい、いってマジか、これはつらいな、あ、最終だけ泣かない、死んでそうきつい、最後やばすぎる、3周目逆なんだね、これ3周目かわず、あれ勝ってたんだろう、まあ、許せねえ。3周目ショートカットしようとしたら逆だった、これなんかびっくりしました、うん、やっぱ毎週変わるよね、たあれ DS は別にそんなことなかったよね、 DS はそんな DS 普通に3周でしたよ、だよね、そうやろ、いや結構アレンジされてんだな、じゃあややこいとこ多いな、
もうこことかぐちゃぐちゃなんちゃう進行ね。これめっちゃ楽しい。じゃあ今回どっちもワンワン話しがいないやめてくれやんかな。めっちゃ使ってくるからな。全然よけ。いやここ楽しみだな。このコースはめっちゃ多分クリスマスっぽい。ラビアス的にも完璧だね。完璧ですね。時期に合わせてきてるのかこれ。すげえ。お願いします。わあクリスマス。クリスマスは兵法が似合うな。わあ日本人出たな。楽しいなマリオカート。くそ。ジャンプアクションのところを見るだけでも楽しい。ああ、バッキューカが。これは犬について、なんだここは。わあ、真ん中行きたい。ああ、楽しげ、楽しげやな。おい、この初見のこの遊びはさ、ほんまに初見の時しかできやんよね。あーなるほど、こっち側アイテム取りやんのか。割と辛いっすね。水井さんが、いやいやーくそーさっ、いやいやって言ってやん今。2枚取りたいな。あ、下手くそです。ね、おまふれライヒー、ライヒーやめて。くっ、くそ、3周目のあの避難はいて。久々にアイテム取れなくて。あー、来い、来い、サンダー来い、サンダー、今、今サンダー撃って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 って。ここはジャンプアクションも取れる。ここダッシュ。ダッシュ、バナナマジか。一個、和訳者よ、和訳者よ、走れ走れ、最後まで走れ、最後まで走れ、最後、うわー、ゴイゴイゴイ。楽しい。いやー、楽しい。結構シンプルなコースだね。え、あの新幹線、あ新幹線じゃない、あの汽車のとこって行けんの？左の。行けます。行けるんだ。なんかめっちゃ遠回りっぽかったけどな。なんかでも早くなった気が全然しなかった、うん、あそこ行っても。うん。どう考えても遠回りっぽいもん。なんかどっこいどっこいな感じだったよ。おー。あ、そうそうそう。そうそう、うん、遠回りな感じだったもんな。うん、さあ、じゃあランカーさん、ここは書とかあるんすか？ここの書とかは正直分からんです。あの僕 200cc で1回走っただけなんで。 200cc の世界1位がいます。そうです。でも普通に3DS の頃に多分一番最後になんか、うん、左側にゴールからなんか、まあ、レインボーロードなんでなんか空中に飛ぶ書とかあった気がします。あ、うん、あ、これはまた分からない。なんかあった気がする。できないと思う。よろしくお願いします。お願いします。さあ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 、うわめっちゃ綺麗。あーめっちゃ綺麗。何これ、初めて走る。でもレインボーロード男やから俺は。うわ、うわ楽しい。どこのアイテムどう取るかやな。これうわ何あのキノコ、マジか、忙しいな。落ちたぞ。
これはあれちゃうか俺トゲゾウ待ちちゃうかガードトゲゾウ待ち。うわー1個と1個乗れやんかった。これはどっちの方が早い。ギリギリを踏んでこうか。うわダッシュ版を何ここややこ。うわ取りた。なんとかなった。なんとか。うわこれはこれは乗った方が偉いんか。これは乗った方が偉いんか。偉いな乗った方が偉いな。これダッシュ版乗りよ。上の道があんまり見えない。どうなってんのどうなってんのどうなってんの。俺竹雄さんが前におるのはなぜ。レインボーロード男なんやけどな。レインボーロード男やったけど竹雄さん早い。くそー。いやでもうまかったうまかったうまかった。いいよ。これもなんかちょっと変わるパターンか。一瞬目に全然わかんなかった。いやーこれ綺麗やった。落ちた。最後前の人3人ぐらい全員落ちてバカかって思ったら俺も落ちた。やったその後ろで俺も落ちた。その最後どうなってるかあれ。これもリード抜いてったわ。わかんねえよ。やばサンダーキラーで回避できたのでかかすぎたなあれ。え強いな。強いな。ツナさんも回避してましたよね。そう回避してたギリギリね。よかったナイサンダーだったわ。1位ちゃんと思ったら竹尾さんめっちゃ前におったもんな。そうそうキラー使ってサンダー回避してその後あのテレサでキノコ持ってきたからもう最強だった。いいとこでキラー持ってんな。3周目3周目違うのか全然ね、全然ちゃうかったわ、うん、なんか穴開きロードあって穴からスポンって落ちたら月面着陸してちょっと、うん、あ、そうそう、あれ、あれ終わったって思いながら月落ちるってしてたらテンション上がった降りたわ。月落ちれるんだあれ、うん、はい、まあこんな感じで一回やったから次はまたチーム戦適当に組んで、またゴロイワカップムーンカップとやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。